にちは、ジンマです。こんにちは、ゆうこです。はい、教えて〇〇コーチ、イエーイ。はい、今日は何か楽しいです。おー、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、まあ、今日は、はい、ちょっとね、女性の方から、はいはい、コメントがありまして、はい、リリース特集ですね。リリース特集です。はい、ありましたけどね、はい、トマホークなんですけど、はい、まあ、立てて打つっていう動作は、はい、まあ男性でよくあるんですけど、はいはい、女性ちょっと難しい。はい、でそれは飛ばないから、はい、ちょっとレディース向け、女性向けの、はい、まあ、はい、ローバックありますけど、ローフォアみたいな、はい、ところをちょっと知りたいぞっていうコメントをいただきましたので、オッケーです。はい、今日はレディース代表として、ゆうこさんに、はい、レディース代表として、はい、はい、教えていただこうかなと思います。はい、ゆうこさんはローフォア使いますか？そうですね。でもなんだかんだダブルスでもシングルスでも使う時もあります。はいはい、じゃあちょっとその時のポイント、はいはい、などなどちょっと聞いてみたいと思います。はい、はい、じゃあレッツゴー。ゴはい、じゃあ、はい、ゆうこコーチよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ローバック、まあ、ローバックじゃないや、ローフォア、はい、ローフォア、はい、ポイントとしてはどんなところは、ポイントは、2つで2つ、あー、はい、いいですね、2ついきたいと思います。はい、はい、1つ目は、1つ目、イメージをフォアのドライブじゃなくて、はい、フォアのロブをイメージして足を出そうっていう。あー、なるほど、はい、ロブなんですね。具体的に言うと、はい、まずフォアのドライブをとか打ちたい場合だったら、はい、こう足を出して、うん、その前でシャトルが取れるようになるべく出すと、うんうん、いいかなと思います、はい、でフォアのロブを打ちたい時は、はい、この足の延長線上で一応取るイメージかなと思いますので。そうですね、はいはい、なのでフォアローフォアもこの足の延長線上に打点が来るようにまず足を出してください。なるほど。ここからこの前で出すと、もう、はい、手伸びて体重が乗りません。はい、はい、確かに、はい、なので足の延長線上にシャトルが落ちてくるイメージで、はい、足を出してください。おお、はい、前じゃなくて、前じゃなくてちょっと横、ちょっと横。ああ、なるほど、はい、あんまり普段と違いますが、はいはいはい、はい、そこ一個意識してください。はい、ワンポイント目でした。はい、はい、2つ目は振り方です。振り方、はい、振り方は男子だと多分こうやってあげますよね。あー、ちょっと手首立てて、はい、はい、かなと思います。私もあんま上手にできません。難しいですよね、なかなか、はい、難しいです、こっから奥に飛ばすの、うん、はい、なんでこっから高く奥に飛ばしたい場合は、ロブの開いて打つロブを少しイメージします。はい、でイメージは私はひらがなの図を書くイメージでいます。お、なるほど、そうですね、わかりますか。あ、じゃあちょっと横からも言いますね。横に来て、はい、つ、あ、確かに、はい、つ、上から回ってきて、はい、回ってきてつ、つ、おー、回ってきてつ、つ、おー、いいですね、はい、はい、で本当のロブだったらそれを前で、うん、前で
やるんですけど、ローフォアの場合はこの真横でその動作を2、あ、いいっすね、いいっすね、2という形で回すと体の体重がラケットが後ろから前に、うん、後ろから前に必ず持っていける、はい、なんで勝手に体重が乗って、はい、ちょっと強い球が進行方向に、はい、向けるとというところです。はい、じゃあ、はい、僕から質問一つです。はい、はい、ローフォアのその時に手首は返しますか？手首は、はい、最後にちょっとだけこう返します。最後、あ、こうなります。最後、お、じゃあちょっとかぶせる、最後にグッと入れる、かぶせるようなイメージで、あ、なるほど、なるほど、図を書いてでグッと、あ、そうです、確かに振った後、はい、面がグッと下向いてますもんね。自分の方にラケットが来てもOK です。OK です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、なのでまとめると、はい、ポイントは2つです。ポイント2つで。1つ目、足の出し方。はい、足はシャトルの落ちてくるところの延長線上に、はい、シャトルが落ちるように足を出してください。はい。はい、2つ目、振るときはひらがなの2を、はい、イメージしてラケットが後ろから前、はい、ラケットが後ろから前になるように打ちます。打った後ラケットちょっと返して OK です。はい、はい、ありがとうございます。わかりやすいです。ありがとうございます。はい、ちょっと練習は必要になるかと思うんですけれども、はい、はい、このコツを意識してぜひやってみてください。はい、ゆうこコーチ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.